失われた都、ペトラの謎。古代都市ペトラを取り巻く謎は無数に存在します。都を築いたのは一体何者なのか、その目的とは、そしてなぜその都が失われてしまったのか。その質問に対する答えは、見識の深い歴史家であっても見つけることができないものもあります。そんな中、近年なされた発見がペトラの謎に対する答えを白日のもとにさらすこととなりました。さあ、このペトラが失われた都と呼ばれるそのゆえんと、その数々の不思議について見ていきましょう。まずはお知らせから。ブライトサイドのチャンネル登録と通知の許可をお願いします。新着動画をお見逃しなく。ペトラという名を冠する古代都市は赤い砂漠の岩壁に築かれました。映画インディ・ジョーンズ最後の聖戦の舞台になったことを覚えている人もいるでしょう。この都市はヨルダンに存在し、首都アンマンから 240km、 エルサレムからもほぼ同じ距離離れた位置に存在します。紅海と死海に近く、町は何世紀にもわたって廃墟となっていました。しかしこのペトラは何千年も前は繁栄を極めた都だったのです。ペトラは絹や香辛料の交易拠点として強大な力を誇っていました。ナバテア王国の王都として栄え、香辛料、香料、医療品の交易ルート上に位置し、アラビア、アフリカ、エジプト、インドへの玄関口となっていました。無数のラクダを引く交易商たちが香辛料やその他の希少資源を抱え、このペトラへと集結していたのです。ナバテア王国はその巨万の富を欲しいままにしていました。ペトラが築かれていた正確な年代は分かっていませんが、紀元前1世紀には豊かな都として存在していたと考えられています。ナバテア人たちは治水技術に優れており、トンネルやダム、貯水池などを数々建設していました。そしてこのペトラも砂漠をさまよう商人たちのオアシスとして築かれた都市だったのです。彼らの技術は素晴らしく、干ばつの時期は都市から出ることなく耐え忍ぶことを可能にさせ、また鉄砲水が襲い来たとしても被害を食い止めることができました。用水路を無数に作り、雨水を町の内部へと引き込むことで、過酷な環境下でも都市機能を維持することができたのです。試算によれば、最も栄えた時期のペトラはおよそ3万人の人口を支えていたと考えられています。ペトラの正面部は砂漠の渓谷に直接刻み込まれたもので、その建物の壮大さは人々の畏怖するところでありました。その緻密な造形はその文明の富や交易における権力の強大さを十二分に示していたのです。その正面部は宝庫を意味するエルカズネと呼ばれ、都市への玄関口となっていました。ピンクレッドの砂岩に刻まれたこの玄関をその象徴とし、ペトラはその色からバラの都と呼ばれていたのです。周辺文明はペトラの繁栄を妬みました。ペトラはギリシャ軍から町を守る戦いを強いられたこともありました。この時はペトラ側がギリシャに勝利しましたが、その後ローマ帝国がペトラへ侵攻した時、ペトラは敗北を喫しました。その後長らくの間、ペトラはローマ帝国の支配下に置かれることとなりました。そして4世紀頃に起こった地震によって都市の大部分が崩れ落ち、ペトラは何年もの間修復を断念せざるを得ませんでした。地震で都市が崩落した時、ローマ帝国は都市を放棄することを決定。その後300年にわたってペトラを支配したのはビザンツ帝国でした。時代が変わるにつれてペトラはその交易拠点としての意味を失い、最終的には廃墟となり、歴史上から姿を消すこととなったのです。ペトラが失われた都となったのはそのような経緯がありました。とはいえ、西洋人の目から見た時は失われた都に見えたペトラも、現地人にとっては片時も失われることはありませんでした。ベドウィンのブドゥール族と呼ばれる人々が都市の洞窟内に住処を持っていたのです。彼らは
トレジャーハンターの破壊から街を守るため、ペトラの存在をひた隠しにしていました。ペトラの正確な位置は、その後何年にもわたって秘密とされてきたのです。ペトラが再び発見されたのが、1812年8月22日のこと。27歳のスイス人探検家、ヨハン・ルードヴィッヒ・ブルクハルトが、カイロで現地人たちがペトラの噂話をしているのを聞きつけることとなります。ヨハンはアラブ人に変装をした上で、ガイドにペトラまで案内することを頼みます。彼の発見は多くの考古学者たちの興味の的となり、正式な発掘調査が1929年に行われることとなりました。ペトラの草原な構造の中でも特筆すべきは円形劇場だったでしょう。3000人の観客を収容することができ、主に政治の場として使用されたと考えられています。ローマ人がペトラを征服した後、この劇場は8500人を収容できる規模へと拡張されることとなりました。その他の目を引く建造物は、宝物庫、ファサード通りと呼ばれる遺跡の谷、王族の墳墓、そしてエドディル僧院など。そして1985年、ペトラはユネスコの世界遺産に認定されることとなりました。政府はブドゥール族と交渉し、彼らを遺跡から数キロ離れた位置へと移住させるとともに、遺跡の観光業の優先権を与えました。2007年以来、ペトラは新世界不思議の一つに数え上げられています。都が発見された後でもペトラには数々の謎が存在します。例えば、あのランプの精などでおなじみのジンと呼ばれる巨大な石で作られた四角いモニュメントがその一つ。ジンが建造されたその目的も、それが象徴する意味も全くの謎となっています。またペトラに建設された扉の多くはとても巨大な作りになっており、一体どうしてそれほどの大きさの出入り口が必要だったのか、その理由が全く明らかになっていません。また謎はさらに深まります。考古学者たちは宝物庫の使用目的が全く分からず首をかしげています。ナバテア王の墓ではないかと考える一派もあれば、書物庫だったと考える人々や、そこは寺院だったのではないかと考える派閥も存在します。宝物庫に関して唯一確かであることは、当時それが最も新しい建造物であったということ。これはその建築技術がローマ帝国からもたらされたものであるという事実から明らかになっています。都市内部はそのほとんどが市場だったのか、宗教的な施設だったのか、住居だったのかが分かっていません。しかしその半分以上は埋葬を目的として建築されたものということも明らかになっています。ペトラには1000以上の墳墓が存在しているんです。その多くは家族や一族のために作られたものであったため、ペトラの人口の巨大さを物語っています。ナバテア人はテント暮らしをする遊牧民であったと考えられています。考古学者たちはそもそも彼らが都市の内部で生活をしていたのか、都市周辺でテント生活を送っていたのかという疑問を呈しています。都市内部に暮らしていたとすると、彼らは墓に囲まれて生活をしていたことになります。ペトラには図書館機能を持った施設がなく、また書き記された書物も存在しなかったため、彼らの生活様式を知る手がかりは全く存在していません。ペトラではまだまだ新たな発見が続いています。2016年には衛星写真がオリンピック用プールの2倍程度の広さの儀式場を発見。また近年ではビザンツ帝国時代の巻物も新たに見つかっており、その内容の解読が急がれています。ヨルダン・ヤムーク大学の考古学者ゼドゥン・エル・ムヘイセンは1979年からペトラの発掘を続けてきましたが、彼は未だペトラの 15% を発見したのみとしています。残りの 85% は埋没しており、未だ人の手が入っていません。この都に関してはまだまだ多くが未発見という状態なのです。現在ペトラは風雨から守られてはおらず、その浸食の影響が懸念されています。
地域は鉄砲水の頻発するエリアでもあり、ペトラの正面部が破壊される恐れもあります。また中東を取り巻く情勢は観光客の数に影響を与えていますが、それでも2016年には45万人がペトラを訪れたとのことです。ペトラは世界最も観光客の訪れる遺跡の一つとなっているのです。さあ皆さんはペトラを訪れてみたいと思いますか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。